自動改札の敵、おばあちゃん対応する駅員さん。ああ、おばあちゃんちょっと見当たんないけど、どんな切符だった？うん。あ、息子さんがね、それで取るって言ったんだ。そっかそっか、じゃあちょっとあるはずなんだけども。あ、おばあちゃん、これ？これじゃないよね。あ、これ？あ、おばあちゃん、これね、IC カードって言って、ここにね、通しちゃダメなのよ。そう。そうそう、切符と一緒に通しちゃダメなの。切符と違うから、これ。そう、これタッチして乗るやつで。タッチ、そう、ここピッ、あ、違う、僕のタッチしても意味ないです。僕にタッチじゃなくて、ここに光ってるところタッチしてくださいってところにタッチして乗るの。そう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 、で、ここにお金入ってるから乗れるんで、そうそう、これタッチしてもらえばできると思うんで、はい、お願いします。自動改札の敵、おばあちゃん対応する駅員さん、丸2。あー、ちょっとおばあちゃんこれね、ちょっとレシート一緒に入れちゃってるね。そう、レシートも一緒に入ってるわ、これ。あのね、切符と一緒に多分レシートも入っちゃってた。あ